開放感もあるし、うん、いいね。ラジオネーム鼻毛ニスト、おぎやぎさん、小室さん、うん、こんばんは。僕はたまに近くの公園に行くんですが、必ずシャドーボクシングをしている小太りの若者がいます。おそらくクソメンだろうと思われますので、今度声をかけてみようかなと思います。シャドー？シャドーはいるね。シャドーしてる小太りはクソメンだね。うん、確かにシャドウ小太り多いな、でもシャドウしてる人って。そっから痩せてくんじゃないの？多分そうなんだ、ね。まだやり始めでしょ、うん、うん。ダイエット目的なんだろうな。あ、やっぱパーカー頭に被ってんのかな？被ってんの多いね、確かに。うん、かっこいいもんね、被ってると。かっこいいね。ラジオネーム、オティ。小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは。僕は19歳ですが、中学生まで公園で遊んでました。その頃は遊具から遊具に飛び移るなどして地面に降りずに公園を一周することを夢見て遊んでいました。うん、たまに幼稚園生の親から白い目で見られていました。うん、やった、俺もやってたよ。やるよ、やるよ。うん、一周するやつ、遊具で。うん、遊具から遊具。ねえ、どの時代でもあんだね、あれ、ね。あるんだよね、うん。落ちたらやばいんだよね。そう、落ちたら本当にやばいんだ、ね。そう。ワニに食べられる設定さあ、言いますか。あれよ、うん。ラジオネームアマゾンカルテット。僕が小学校低学年の頃は友達と遊ぶ約束をしてから遊ぶのではなく、公園に行ったらいる友達と遊ぶという、公園に行ってみないと誰と遊べるかわからないという形でした、うん、僕が公園に行っても誰もいない日はひたすら公園の雑草をむしりまくっていました、うん、なぜそのようなことをしていたのかは今でも不思議ですと、うん、すごいね。でも俺も小学校時は確かそうだな。まあ、行きゃいるんだよね。そうそう。だから、行きつけのバーと一緒だね。うん、大人行ったら、一緒なんだよ。誰がいるっていう公園って。うん。約束してない、しないでね。うん。そこにいたやつと遊ぶ。そう。そういうやつがバーに行くんだな、じゃあ。そうだね、うん。ああ、いい。でも、いい時代だよ。うん。こういうの。ラジオネーム、うなぎのかば焼きが大好きです。こんばんは。私の実家は田舎すぎて町内に公園がなかったので、うん、公園代わりのお寺の境内の話でもいいですか？良い場合、良い場合、いいですよ。いいね、小学生の時アイス大好きクラブを結成していたのですが、そのクラブはすごくアイスが大好きだってことを証明し合う会なので、うん、真冬に大勢で乗れるブランコに乗って風を起こして、外でアイスを食べるというのをやっていました。ああ、風を浴びながら。すごく寒くて、みんな脱落してしまい、結局私一人だけの会になってしまいました。へぇ、そうなんだ。かわいいね。かわいい、かわいい。うん。アイス大好きグループ結成したから。うん。あ、批評。批評なの？はい。批評いきましょう。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も、素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。聞いたよ、ザキミヤちゃん、ジャンク4月から大阪にもネットするんだって。東京、北海道、福岡、沖縄、それに大阪が加わんだね。いや来てるね、ジャンク。いや、これ嬉しいよ。え、だって増田は大阪のお笑いリスペクトしてるもん。いや、ほんとほんとマジ。大阪めっちゃ好きやねん。ほんまやで。やばいね。めっちゃ好きやねん。立ち悪いね。通天閣とか、めっちゃ好きやねん。いや、ほんまに。頑張っていかなあかんな。ってことで、ほな。最初のステイチューン行くで。東京都目黒区、ラジオネーム、
オリエンタルラジオ。今度は同窓会でヘをこくネタを完コピさん。33歳の女性からいただきました。ありがとうございます。あのさ、ポッドキャストなんだけどさ、おぎ、うん、ちょっと舞い上がりすぎじゃない？ポッドキャスト？うん。ホームセンターに行ったって話をしてた時にさ、うん、娘と一緒に行って嬉しいのはわかるんだけど、舞い上がっちゃって何言ってるかわかんねえんだけど、うん、いやいやいや、やっていけるんとるわってどういう意味？まあでもなんだろうな、うん、すごいもう本当嬉しいの俺もう、うん、いやややっていけるんってそれ以来なの俺なんだろうね、なんだろう。続いてご紹介します。神奈川県横浜市、ラジオネームズコバコ更新局さん、年齢非公表の女性からいただきました。ありがとうございます。まだまだお寒い日が続きます。私はおばあちゃんゆえ毎週というわけにはいきませんが、鉄棒で大車輪が成功した時だけ聞かせていただいております。先週いつものように公園で鉄棒をやったところ、久々に大車輪が成功したのでメガネビーキを聞いていましたところ、年がいもなくキュンとしてしまう瞬間がございました。1時15分頃、矢作さんが飛行機で50代と20代の親子に出会った話をした時のこと、矢作さんが50代の方を50ぐらいの子とおっしゃったのです。50も過ぎた方を子というあたり、年配の方をお嬢さんと呼ぶミノモンタさんを彷彿とさせ、年がいもなく、ああこの人になら抱かれたいなと思ってしまいました。そうなんだよね。